こんにちは、今日はこういう変わった編み方、これは何ていう編み方かはちょっとわからないんですけれど、アジロ編みとか、バスケット編みとかいうのかなと思うんですけれど、この編み方を紹介します。今回は編み方だけでなく、ちょっとペットボトルの入れ物にちょっと仕立ててみようかなと思いました。底の部分から始めますね。その前に糸ですね。今日使う糸は、並太ぐらいの太さの糸、それとかぎ針は6号を使います。で、ここの底から編んでいって、ここの最終の目を40目にします。で、この編み方は4目一模様になっていますので、大きなものを作りたいときは4の倍数にしていただいたらいいと思います。で、底の編み方は、これはちょっと編み図ですけれど、輪の中に鎖3目立ち上がって長編みを13目編みます。13目編んで引き抜きます。で、3目立ち上がってさっきの13目編んだ中それぞれに1目ずつ増やして26目になります。で、引き抜きをして鎖3目立ち上がって今度は1目おきに増し目をします。1目は普通に編んで、次2目、次1目、2目、1目、2目というふうに増し目をして、最終が39目になります。で、今回の編み方はこの横にこうすくっていく編み方なので、この鎖編み立ち上がりの目を1目と数えて、合計で40目になりますので、ここからスタートします。で、これが底の部分、さっきの編み図通りに編んだものです。これに3目立ち上がりをして、目の奥の目をずっと開っていって、横の部分、側面の側面がこう立ち上がる部分を、増減なしで一周します。普通の長編みです。ここの奥の目を開きます。ここで奥の目を開って長編みこう取って、長編みをして最初の鎖編みに戻って引き抜く。で、ここから模様編みに入りますので、こういう感じになりますね。これで、模様編みの図面を、編み図を起こしてみたんですけれど、とても見にくいので分かりにくいんですけれど、これ輪になっていますので、ここが編み始めで、ここが編み終わりになります。で、今、鎖の上に長編みをした状態で、3目立ち上がって1、2、3、4つ目の長編みの目に長々編みを編んでいくという編み方をしていきます。で、この編み方は、長々編みの表引き上げ編みという、ね、とても面倒くさい名前なんですけれど、で、これ本当はここにちょんちょんって2つつくんです。こういう記号でいくと、こういう記号、長々編みの記号なんですけれど、ここに入れていくととても見にくいので、こういう形で入れています。でもね、見にくいですね。はい、では実際にしていきます。ここで一周してきた状態で、1、2、3、4、仮にね、ここが鎖3目立ち上がってる分で1、2、3、4と番号をつけます。そしてかぎ針に2回糸をかけます。そしてさっきの1、2、3番目の目、番号をつけた3番目の目に横から針を入れてすくいます。かけて
2つ外す、かけて2つ外す、かけて2つ外す、これで1つ1目の長々編みできてます。また次はさっきの4番目の目に針を横から入れてすくい引き取ってきます。で糸をかけて2目引き抜く、糸をかけて2目外す、糸をかけて2目外す、こういう感じになってます。次の目はここにこう交差するように編みますので、2目かけて番号でいう1番目の目、これです。これに横からすくって糸をかけて2目外して、かけて2目外して、かけて2目外す、2回かけてその隣の目、2番目の目です。これに横からかけて出してきて2目外して、2目外して、2目外す、こういう風にこう2つ交差になった状態です。はい、次が2目かけてここから1、2、3番目の目、これに横から針を入れて引き出す、糸をかけて2目抜く、糸をかけて2目抜く、糸をかけて2目抜く、次は隣の目です。取ってきて2目抜いて、2目抜いて、2目抜く、次また交差しますので、さっきのこの飛ばした目ですね、これをすくってできて、かけて2目抜いて、2目抜いて、2目抜く、2回もかけてその隣の目、2番目の目ですね、ここに通して取って、2目抜いて、おろろ、2目抜いて、2目抜く、これで2つここにバッテン、ここにバッテン、こうできている状態です。これを1周します。 1、2、3番目の目ここに入れて、2つ2つ2つ外す、隣の目に2つ2つ2つ外す、2回かけてここにで2個2個2個と外して、押して2個、2個2個と外して、これで今3模様をしてるんですけれど、こことこことここにできてますね。あと残りをぐるっと編みます。編んだものがこれです。ここに今あと一模様で一周する状態になってます。ここでこれですね、これにかけて2個2個2個、これは最初の立ち上がりの目を取ります。取ってこことよいしょ、これで1周しました。1周したら最後はこの立ち上がってる鎖の目のここに引き抜きします。ここですね。はい、次は3目立ち上がって、次は
立ち上がってここにちょっと印をちょっと、ね、最後が分からなくなったりしやすいのでここにこういうもので印をつけます。まあ、こういうものがなかったら、安全ピン、ちっちゃい安全ピンでも留めといたらいいかなと思います。だからさっきの1段目のところもつけておいた方が良かったですね。でこれで2個して、次の目はここになるんです。さ一番4目で4目1模様になっている分の次の模様目編みのここを取ってきます。でかけて2目引き抜く、かけてその次の目、交差している下になっている分の目ですね、これを取って、2目外します。ここから次の目がちょっとしにくいんですけれど、1段目はこの上から取ったんですけれど、次はこの目を交差しているこの目を今編んだ目の下から取ります。下からくぐらせてこの目だけ取ります。この目を持ってきます。そしてかけて抜いて2目外します。2回かけて今編んだ目の裏側から針を通してこの目を取ります。この目をすくってきます。そしてかけて今の目を外してかけて2目外します。よいしょかけて次はここです。この目を取ってここの隣の目取って、ここがねしにくいです。今編んだ目の裏から針を入れてこの目を取ります。この目だけこうすくって前に持ってきてかけて今取ってきた目を外して針に4つかかってますので2目と外します。2回かけて後ろからこの目を取ります。この目をすくってかけて外して4つありますので2つ外します。次はここなんです。ここです。でこうしてあら、後ろから取るのはねちょっと取りにくいんですけど、慣れてきたらなんとかいけると思います。ここへねこう後ろ今編んだ2つの後ろからこれを取るっていうこの操作はちょっとしにくいです。とてもねこうしてこれでこう1周ここまでね回します。